案内によりスリーが潜む神殿を突き止めた一行。ゼロたちの前に立ちはだかるのは全ての命を奪う迷いの森だった。クソ、この視界が悪くちゃ狙いも定まらない。それにしても迷子になりすぎだ君は。おかしいな、そんなことないよ。そんなことない。おい、それは君の顔だ。なんだ、じゃあ死んだね。ゼロ様、ミハイルは流れたな。それは分かっているのです。どっかに流れ着くだろうね。どこかと川へ洗濯に来たおばあさんあたりに拾われるんじゃないか。気を紛れてやってやる。なんだこの霧。主人様はおっしゃっておりました。森を出る方法は？さあ。あの気持ち悪い人形の示す方向に行かないとダメっぽいな。
捨てられた。忌まわしい森だ。本当にムカつくもりだったな。おほほほ、別に根性がねじ曲がる森ですからな。じゃあゼロのもともとねじ曲がってる根性は逆にまっすぐになったんじゃないの？うん、殺すよ。今すぐまっすぐに殺すよ、君を。よし、ちょうど派手に暴れたくなってたところだ。楽しませてもらおう。オクター、何してるの？ゼロ様にいちいち断るほどのことでは。オクターは自分を焦っての長さで、こっそり高くていました。私は自分のチャームポイントの正確なデータが常に欲しいのでございます。セイセイガクトとお呼びください。色ぼけじじいが。この木何の木？気になるな。はい、ですからこちらがスリー様の神殿となっている木。中に入れましょう。いや、入りましょうぞ。